どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、このキャンプや車中泊大活躍のキャラバンにベゼルの時にもやったんですけど、ここにねキャリアをつけたいと思います。それではね、ちょっと今日は天気もあまり良くないので、ね、雨が降るまでに終わらせたいと思います。今回取り付けるのはこちらになります。でこれがですね、前回ベゼルにつけていた、コートのキャリア半分にバラした状態で保管しています。そして少し容量を増やしたいので、間に伸びるやつですね、この3つを取り付けること、前回より結構大きめのキャリアをつけることができると思います。そしてベースの方なんですが、これですね、 Amazon で調べて購入したベース、そしてこれがベースのステーですね、これが取り付けの金具になるのかな、この3つで確かつくはずです、間違えてなければ。部品が足らなかったりするとちょっと悲しいです。それでは早速取り付けていきましょう。キャリアをつける場所なんですけれども、キャラバンにはこれ取り付け金具が 1,2,3,4,5,6,7,8 計8箇所ついてます。ハイエースなどではね、雨どいのところを使ってキャリアをつけるんですけども、キャラバンはこのナットを使って取り付けることができます。では早速取り外していきましょう。このように留め金具と、あとゴムパッキン、これがついてます。今回ねこの4つ使いますんで、4箇所外していきます。せっかく洗車したのにな、綺麗に拭いておきます。おそらくね、説明書が入ってると思われます。キャラバン用になってるんで、こんな感じです。それじゃあこのまま上から順番にやっていきましょう。とりあえずよう分からへん。キャップ、ナットプレート36、これに刻印がある方の外側に、こうか、こう、こうですな。これを全部作ります。1個目がこれね、これね。じゃあ続きまして、これやっていきますね。これ取り付けボルトがこれで、このワッシャーがこれ、このゴムがこれの順番で、こういう形でこっから締めなあかんから、通してワッシャー入れて、防水のパッキンを入れて、これをね4つ作ります。それではこれをここの穴にはめていきます。このボルトをここの穴に合わせて、この覗き窓がね横に見えるように、よいしょ、よくぞ、はい、これで車が揺れるぐらいくっついてます。じゃあこっちも同じようにつけていきます。よいしょ、先に、最初に作ったこのこれをここにはめ込んでいきます。ここをここでちょっと広げてあげればスッと入るんで、よいしょ、はい、こんな感じで、これで取り付け OK。 この部品がここに入ってると思うんですよね。これこれね、このボルトでまずこいつを取り付けていきます。この出っ張りが内側に入るように、金具にぴったり合うはずなんで、あ、合いますね。であとはこれ締め付けていくだけ、締め付けていくだけ、ギュッと、これで OK です。で同じくこちらもバリがボディ側に置くように、荷物を乗せるところなんでね、よし。説明書通りにやると、これにシールを貼れって書いてあるな。これなんかスペックシールっていうのがあるんだけど、日本語のが1個あったんで、最大積載量とか書いてあるやつだから、一応貼っとかなかなかな、法的に。でこれの
鍵を、前回のベゼルの鍵はついてたんですけど、一回も使ったことはなかったですね。で、こっちに行ったらこれがばらけます。こんな状態ね。鍵外すとバレ、キャリアがばらせてしまう。ここでこういう感じでこのキャリア自体が外せてしまうから、その盗難防止にこのカバーがついたためになったね。この状態で向かい合わせになるんやけど、先にここにバーを通せと説明があったんでバー取ってきます。これがバーです。これを通すんやけど、これねパコッて外して横向けて、横向けた状態で通すと、両方これをこんな状態ですね。それではバーエンドつけておきますね。ちょっと硬いな。よいしょ、 OK。ほんまやったら2人とかでやるんやと思うけど、一旦置いてこれがこっちに引っかかってくれなあかんねんけど、こうかな、これでやはず。あと閉めるだけやねんけど、もうちょいこっち来たいかな、真ん中どこらへん。これで長ささえ合えば、パチンってやればこれで、うん、くっついた。これで OK。 ちょっとガチョンと、よっ、はい、これで OK。こちらがですね、延長のやつになりますね。まだまだ使えるんでね、このまま再利用したいと思います。おーっと、風が強くなってきたぞ。前回のベゼルは車体が短かったんで、今回はちょっと大きめのものを。おそらくこの作業はね、前回ベゼルの方で動画出してるんで、詳しいことはそちらをご覧ください。大きさはこんな感じです。結構大きいじゃない。よいしょよいしょ。で、扉が開くかどうか、ギリギリこう、よし、キー、あとは真ん中合わすだけかな。というわけで完成です。どうですか、ちょっとねボディに対しては小さいかもしれないんですが、まあ、まああんまり大きくないやつがいいなと思ったんで、まあいいわけですけど、これでしばらく乗ってみようと思います。今回、紹介した商品はですね、概要欄にまた詳細の方を載せておきますので、興味のある方はよろしかったらそちらもチェックしてみてください。というわけで今回の動画は以上となります。この動画面白かったよ、役に立ったよという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。坊さん、グッバイバイバイ。